カルニーのネギラジー。イエーイ。え、もう始まってるんすかこれ。いや、イエーイじゃなくてさ、何すか普通に、いや始めるんすかじゃん。イエーイじゃなくてさ、勘弁してるじゃん。全然違った思ってた感じと。いや、もう始めちゃうな、始めちゃうよと勝手にしろよと、うるせえと。もう急に呼び出して、それはイエーイって言うでしょ。隣座っとってって言われたのに、うん、勝手に始めるんかいとか突っ込むのもバカらしいと。もうそういうことじゃない、そういうことじゃねえと、はい、勝手にやるよって話ですね。もうやっちゃうもういるから俺は。すいません、もうやっちゃえよっていうこと。ということで本日の聞き役ゲストは、トラジットの原くんです。ありがとうございます。どうも原です。もうあなたがうんこ言ってるの遅いから。もう始めちゃってる。始めてしまいましたよ。始めんなよ。いや始めるよ。そっか、あなたいつもそっか、お前ちょっと喋りすぎやろ。お前喋っちゃダメだよ。引き上げゲストだから。でもいいっすね。すみません、今家族的には大丈夫かな。腹が映りつつ後ろに我々がいる。あ、いいんすか俺そんなちょっと映っちゃって。いや、もう全然映っていいの。あ、本当ですか。ああ、でも、いや、楽しみですね、本当に。ということで始まりました、カネギの、ネギモネチャンネルで毎週金曜日の、夜に配信しているラジオ番組、カネギのネギラジオでございます。はい、やってまいりました。あ、番組19回目。19か20ぐらいいくかもね。そんな言ってるんだったと思う。わー、すごいね。すごいの。だって、3月から始めて、3、4、5、6。6だから丸々4ヶ月近くもやってるわけよ。あ、すごいね。すごい以外の言葉が出てきてないですけど。いや本当に、いやもうそろそろ本当にチャンネル登録者数1000人のリミットが近づいてるわけよ。はいはいはい、チャンネルの、まあ、ちょっと喋りすぎやん。相槌とかいらないから。相槌とかいらないから。いらないです。待っといてください。なんでこれ一緒にラジオやらせてくれるんじゃないんですか。違うよ。いや、そのさ、マジで本当に FM 福岡さんで毎週金曜日にラジオやってるからか知りませんけども、ちょっとうるせえな。なあ、ごめん、すいません、エモメンラジオだったっけ。いや、違いますよ。違う、花金劇場。花金劇場。エモメンラジオ終わりました。ちょっとうるせえ、マジで間違えたわ、呼ぶやつ間違えました。やっていきましょうよ。やっていきましょうよ、じゃなくて、流れが、お前、ネギラジ聞いてねえか。先週の坂下見たか。ごめんなさい、そうですね。坂下が先週、聞き役ゲストに来てくれて、完璧な聞き役だったね。ほんと、すいません。聞いてた。聞き役として、俺も行きますから。何も言わず聞いて、携帯すらいじってたよ。それはそれで問題でしょ。坂下な。それが聞き役ゲストだ。それぐらいでね、いいってことか。ほんと、ふざけんなよ、マジで。いや、すいません、ほんとに。流れがあるから。はい、始まりました。ありますか。まず、まあ、オープニングトーク喋って、その後に、はい、コメントを読んでね。コメント読む。で、その後、今週どうでしたかみたいな流れでスーッと行くわけだからさ。すいません、すいません。邪魔しちゃったんですね、俺。邪魔しちゃってるよ、マジで。今、今週もありきって、コメントいっぱい来てるんだから。あら、こんなことで時間を食ってる場合じゃないよ。コメント読む、読む、読む。もう一瞬で読むから、そんな。でも、コメント多すぎたら、もうコメントだけで終わっちゃうかもね、今週は。そんな来てんだよ。いや、すごいな。本当に。マジ、鼻に打っちゃってる場合じゃないのよ。ごめんな、本当に。呼んでおいてなんだよ。いや、本当っすよ。あ、来てる？来てます。何件来てる？9件。ありがとうございます。多いね。本当に、多いね。多い、多い。いつもよりちょっと多い。ちょっと多い。いや、多いっすよ、マジで。5とかかなと思って喋ってたら。5、6なのね。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、何ですか？まず1件目。はい。ペゾさん。ペゾさん、初めましてじゃない？あ、ポソですだって。あ、何PSO だけど、ペソだと思ったら。あ、なるほど。あ、なるほど、なるほど。ポソっていう。ポソさんは前回もね、ありました。ありがとう、すいませんね。それで読み間違えたのの、今のアンサーが来たんですよ。前々から思っていたのですが、何ですか？沢さんがあまりにも天然なので、一般常識クイズをやってほしい。おー、なるほどね。10回とか出そうな。はいはいはい。普通に学力テストみたいなのも良さそうですよね。めちゃイケみたいなさ。あれをじゃあ企画でやろうよ、今度。はずいなぁ、あれ。なんで？結構バカだからね。なんか冷めるよな。自覚があるバカって、冷め。バカちゃんね。ちょっとね。嫌でしょ？意外と正直にしたよ、サワさんがね。いや、だからもうやろうよ、学力テストなんないし、一般常識ですと、企画で対応させていただきます。ありがとうございます。だってサワ、高校の時、偏差36じゃない？
わかんない、それもわかんない。あのスポーツ推薦クラスなんですよ。そうそうそう、いわゆるスポクラね。スポカスポカ、うん、スポカは本当に普通の普通科と違うね、授業の進み方。違う違う、だからもう水木金曜日は、の5、6時間目はもう授業の一環として部活に行くわけですよ。へぇ、すごいよね、それまかり通るんやね。うん、さすが私立ですね。私立で、何やったっけ、英語のテストが、英語のテストは、英語のテストどんなやったっけ、アルファベットを書く。嘘でしょ、大文字小文字2パターンずつ、2パターン A、A、B、B って書いてあるから、グッドモーニングとか単語はそんな感じの、それそのテストで僕はなんと評点取ります。あれだよ、ちゃんと取れる、取れるもん、それは。それでも赤字になったやつ俺に、ほらトラガメットかけないし、パソコンも打てないやつ、やばいね、打てないやつもったけ、あ、そのローマ字がわからない、ローマ字がわからない。いや、ちょっとそれはひどいよ。そういう学校でした。そういう学校からやってきた沢と思うんですが、一般常識もまあないだろうということで今度やります。ありがとうございます。なおなおさん、なおなおさん、坂下さんがゲスト、チラチラ映って可愛いです。こんぐらいでいいよ。ほんと、チラチラでいいよ。そんぐらい言われたらさ、お前うるせえ。結構だって言うてくれないんですよ、俺に語りかけてくれるから。それは俺も言いますよ。いやいや、アンサーまだ求めてない。うん、か、首とか、ひねっときゃいい。ぐらいとかでいい。その、その、いわゆるリスナーさん代表として呼んでるわけよ。そうそうそう。これどうかなっていうの。あ、そうなんすか。そうそうそう。原直樹として呼んでねえし。ほんとに。だから、なんて呼んだ。だから、聞き役ゲスト。趣旨説明したよね、さっき楽屋で。あははじゃねえな、マジで。いや、もういい。黙ってる。黙ってる。まだあるから。すいません。ところで8月の劇場スケジュールが発表されましたですね。第4回ネイトラン開催決まって嬉しい。あ、たまたまほらがいる。ほらね、ほらネギトラ、今はいい、いいでしょ。そりゃネギトラの話題出たから、ネギトラ解禁賞を目指して先行でチケット買っておきます。あー、やーしい。ということは123全部来てくださってるってことだ。嬉しい、嬉しいね。これは嬉しいですよ。なんかやっぱさ、ネギトラだけ絶対来てくれる人いるよね。いますいますいます。ありがたい話よ。めっちゃありがたい。やっぱそれだけこうどん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 ね、毎回こう前回更新して更新して期待値高めて人数も増えてっていう風にやっていきましょう。いいユニットですね。あー、本当にいいユニットでございますよ。ありがとうございます。ありがとうございます。続きまして、リッツさん。ちょっとこのまま次行くのキモい。なんでよ、なんでいいでしょうよ。3人が3人がいいユニットですよ。で、次は行けなくね。怖いとやってられないですよ。まあまあ、すいません、よろしくお願いします。8月の15でしたっけ。15日曜日、日曜日ですよね。あ、土曜日だっけ。いや、日曜日だった。日曜日か。皆さん、ぜひぜひよろしくお願いします。リッツさん、はい、アップルウォッチ私も買っちゃいました。イエーイ。やばくない、これ俺にテンパーぐらい入っていい。これを見てでしょ、リッツさん。めっちゃかっこいい、楽しいって言ってましたから。楽しいでしょ、やっぱアップルウォッチね、ずっと言ってた。高橋さん、聞き上げにぴったりな雰囲気ですね。毎週いてくれてもいいのに。残念、今日は離れです。ちょっと嫌だ、なんか本当に嫌だな、坂下さんのコメント多くて。離れです。これ、来週俺のコメントなかったらめっちゃ嫌じゃないですか。いや、コメントあると思うよ、まず最悪でした。そりゃそうよ。うるさいです。二度と呼ばないでください。うるさいです。単独ライブしてほしいなと、ちょこって言いましたからね、前回の。ね、はいはい、でもまずは主催ライブ大成功させてくださいね。そうだよ。722。722、だからこれが主催ライブ前の、同期ライブ前の最後のネギラジなの。あー、そうやね。だから1週間がもう終わってるから。終わったとかね、次の日か。もう本当にさまざまな、もうそれぞれの同期、いろんな同期いますけど、みんなが立つような企画をやりたいなと思ってますんで、うん、ぜひぜひ、規制誰も知らないっていうか、他の人あんまり詳しくないよっていう方もね、取説みたいな、うん、規制みんなこうだよっていうようなライブにしていけたらと思うんで、ぜひぜひ、知らない方もね、ぜひ来ていただきたいと思います。はい、T.O. さん。T.O. さん。澤さん、松尾さん、こんにちは。こんにちは。主催ライブが迫ってきましたね。そうですね。告知動画もそれぞれの色が出てて面白く見てます、ね。長尾最高。長尾の告知動画だけ見てほしいな。出演される方で告知にまだ登場してない方まだいますか。まだいますね。まだ米沢も出てないし、カイトもサトシも出てないし、ドリも終わったね。ベンブルも終わって、もっとあとこんぐらいか。あとちょこっと。ああ、あとちょこっと。まあメインどころというかね。はい。まあ、メインどころ。メインどころを残してますから。あ、メインディッシュは後から。メインディッシュは後から。よろしくお願いします。で、前回の企画ゲストの坂下さんは松尾さんのテンションを上げたようですが、次に企画誰が来るか楽しみです。おっ来たよー、花君。喋んな。喋んな。
黙れ。求めてねえから、それ。うるせえ。求めてないですか。うるせえ。二度と出んな。ネギトラちゃんってるんで、ね、呼んどいて、それはないやろ。もう、あの前、ネギトラのポスター撮影の動画で一瞬トランジット出てたけど、あれ消す。消します。オープニング V でもオープニング V も全部。モザイクモザイク。やだ、あなたごめんな。終わったわ、トランジット。ほんではい、以上ですよ、TS さんは。ありがとうございます。はい、続きまして、ヨッポさん。ヨッポさん。これもちょっとむずい。YOPO ヨッポさん。YOPO ヨッポさんは読めてるの合ってるのかな BSO でポソですよ。ああ、なるほどね。確かに。それはちょっと難しい。しかも知り合いなんだろう、この書き方で言う。あ、似てるのかな。お疲れ様です。お疲れ様です。単独ライブ決まってないんかい。決まってないんかい。歓喜したのに残念です。残念。でもネギドラ日程決まりましたね。楽しみにしてます。ちょっと待って、なんか笑ってるな。いや、でも2人いい感じで喋ってるからいいなと思って。いや、俺らがやりたいラジオってさ、そういうことじゃないんですよ。何がですか。なんかじっくり2人のディスカッションをお届けしたいのにさ、小気にいいテンポでお送りしたいのにさ。いや、いいじゃないですか。なんでその水を差すいや、今なんて何も喋ってもないし、2人を見てたんだ。いや、違う、その俺らの会話が楽しいなで笑ってる顔じゃないんですよ。なんかバカにしたよ。してない、してない。関わらないしてるから。関わらないしてるから。してない。いや、いいや、その二人が、で大好きですからね。抑えてね、ちょっと。楽しい。わかる、気持ちわかる。全然抑えてる。ちょっと、どんな声出さなくても入れるから。大丈夫だよ。高性能でできてますから。あれあれあれ、そこにその漫才のやつやってるから。パクった。よくないな。これは声出さずにいられなかった。こんぐらい言うやん。よく酒井さんが言うだけだから。続きまして、ムサ。ムサね。6時間前に、くれてます。あら、滑り込みだ。もう全部我々のこと分かってますね。このぐらいにコメントしときゃまだ撮影してないありがとうございます。R2D2 楽しすぎました。R2D2 最高でしたね。車さんも YouTube で語ってました。なんで今鼻ほじった最高でしたね。とまだなんか話すかなと思って。チャンス休憩した。チャンスと思って。はい、休憩しようと思って。油断するなよ。YouTube で語ってた、知ってる見た？全部見たよ。ああ、そうなの。お前なめんなよ。何の話してたの？いや、だから全部喋ってた。その3月に車ゲームっていうのをまずして、その時も、これ言っていいかな？直接見たい。どっちがいい？俺の口から言っていい。俺別の話気にしないタイプ。気にしないタイプ。YouTube で上がってる。まあ俺らは大丈夫です。そうそう。レオロマさんがあの日、終わったホテルで2人で生配信してた。生配信の中で喋ってて。90分ぐらいの生配信なんだけど、そのうち30分弱ぐらいはずっとその話。車ゲームがあって、そこからその福岡のライブがあって、R2D2 までの話をずっと。ノンストップでね。車さんがマジで熱く語って、すげえ嬉しいの。いや、だからやっぱりなんか、あ、でも車ゲームのじゃあ答え合わせする。車ゲームを車さんがどういう意図でやってたかみたいな。あ、おお、そんなの知らない。見て、そのまあいわゆる車さんが東京で学んできた、先輩からまあ勝手にだけども学んできたものを、なんていうの、筋トレの器具を俺らに渡したみたいな。はぁ、ニュアンスのことを言ってた。あ、だからその場のライブももちろん盛り上がるけども、今後の俺たちのためにもなるようなことをライブ組んで全部やってたっていう。次回来るまでに行きたいときよっていうみたいな。まあまあ、だから今回のライブを今回だけで終わらすなよってこと。でもそれでいてライブ自体最高に盛り上がりましたからね。このゲーム最高ですよ。そうですね。で、R2D2 についてはやっぱ大阪の壁ポスターさんと WBS さんの凄さみたいなところをめちゃくちゃ長尺で、だからやっぱり、まあ、これ R2D2 を見られてない方はちょっとわかんないですけど、まあ、ミドル天使っていう名前が出てきたライブの中で面白いの。いや、なんか話を聞きましたよ。ミドル天使が大活躍したみたいな。そこはやっぱりこうね、大阪の先輩たちがやっぱ俺らがそれ話しても笑ってくれるし乗っかってくれる、そのやっぱスタンスとかっていうところのね、熱さみたいなところをね話してて、まあこれは見た方がいい。また多分あの日って福岡吉本の芸人もそれなりに喋ってさ、笑いが起きてみたいな感じではあったじゃない、ミドル天使の話題に関しては。ではあったんですよ。そんな感じだったんですよ。だから俺らとしても終わった後もなんか受けたし、楽しかったし、みたいないろんな感情があったんやけど、あの配信を見たら、あ、俺はなんてバカだったんだと思う。あ、そこまでなんでそれが言ったら受けるのかっていうお膳立てをしてくれてたのが、その大阪の先輩なんだよっていうことを、めちゃくちゃ喋ってた。あ、すげえ。
そうね。いやだからマジ見た方がいい。深いね。いやマジ見た方がいい。ありがとうございます。ムサのおかげで思い出しましたよ。おてかムサから言われても見とけよ。共演した日の令和ロマンさんの YouTube の生放送で見とけよ。壁ポスターさんのお二方はね、うん、緑天使の YouTube をなんか SNS に上げててくれて。え、ナオミさんも上げてた。ナオミさんもしか見てない。ナオミさん上げてた。上げてた。ナオミさんも多分上げてた。多分って言ったら上げてないよ。俺見たもん、浜田さんのやつ。いや、当日良かったけど、その後別のライブの配信見たら全部忘れました。いや、それはそれで。優しい。でも、長見さんだってね、ミドテンチャンネルをスクショして、見ててたもん、ツイートして。へぇ。いや、めちゃくちゃいい先輩方でした。優しかった。でも、全然仲良くなるとかなかったね。あ、まあ、そう、ライブの中で、ライブの外では全然喋らなかった。まあ、まあ、なかなか、ね。緊張するしね。難しいとこですよね、それはね。そうそう。なのに、その福岡市元の芸人がライブ中になんで前に出て喋れたかっていうところを、令和ロマンさんの YouTube の生配信の中で喋ってますから、ぜひ皆さん、そっちの方が。すごい。もう本当に。名前出してしまったから、ね、このぐらいですか、あれですけども。で、その中で一瞬俺が嬉しかったのは、カーネギーって言ってくれた。あー、それ嬉しいね。沼さんがね、1回だけ。いろんな福岡の吉本の、ね、芸人がいて、カーネギーとインクルージョンもいましたよ、ぐらいの感じで言ってた。あ、出た、俺が。なんか出るかなと思って聞いてますしね。そう、それもちょっとある。いやでもいろんな答え合わせ、まあ車さんの中での答え合わせですけど、うん、を聞けるんでぜひ面白いです。あ、ぜひ皆さんお願いします。そして昨日劇場行ったのですが、ネタ出番長めで嬉しかったです。あ、最近10分出番がね、続いてました。ドーム周りナンバーショットの準備がめちゃくちゃ進んでいいなと思いながら駆けつけました。それでは楽しんでください。イエーイ。ありがとうございます。見た目インパクト強すぎるならド派手な髪型にしてはいかがでしょうか。なるほどね。ちょっとミドル天使にあやかって、我々もなんか大阪東京のゲストさんに覚えてもらえるような衣装とか見てくれにしようかなって一緒話した。なるほど。髪型ね。髪型ちょっと変えました。うん、センター分けにしまして、かっこいいっすよ。今日の良さでちょっとあの触ってこの髪型でアイロン使ってる。はいはい、それにあやかって俺もアイロン。あ、やっぱ今日ちょっと巻いてたんだ。ちょっと巻いた。巻く派なんだね。巻く派。君は？俺伸ばす派。普通その短髪伸ばさない。アイロンの付け方問題こっちですね。そう。本当はこうね。はい、千尋さん。千尋さん。高橋さん、聞き役適任です。同期ライブでインクルージョンさんとの絡みも楽しみにしてます。来月のネギトラも仕事じゃなければ絶対に行きます。よっしゃ。もうすでに2枚確定ってことですか。素晴らしい。東京大阪で、気軽に話せる限界の先輩はどのあたりなんでしょうか。なるほど。いやむずいなこれ。いや限界っていうかもう局所的ですね、どっちかというと。この方は喋ってくださるとか、まあ、別に喋ってくださらないのが優しくないとかじゃなく、俺らがたまたま何回も一緒になってとか、ライブとかでね、そう、うん、っていうのがあったら行きやすい、はいはいはい、だから令和ロマンさんはまさにそう、もう何回も一緒になってるから、ケムリさんとかね、うん、松戸タバコ行こうってっていうのが優しいな、嬉しいよね。ケムリさんとか楽屋おらずずっと8回頃も、そう、福岡市元の2、3年目しかいない空間にケムリさんが畳引いて寝てる。我が家のように。あと、しって言うならば、いおりさんかな。ああ、ご飯とか行ったりする、お昼とか行ったりするのは、いおりさんは優しいね。優しいというか、仲良くしてくださいますね。はい。で、前にトットの多田さんが、うん、インスタライブで福岡吉本で仲いいの、カーネギーって言ってました。うん、えぇ、ー、うわー、初耳ですし、嬉しいね。嬉しい。はぁ、らしい。ありがとうございます。仕入れました、その情報。嬉しいね。次、トットさんに会ったら、もう、いの一番に。見ましたよ、仲いいっすもんね、あれが。で、ちょっとかましました。もう、いい情報。ありがとうございます。で、ティーヨスさん、タイムスケジュール。あ、タイムスタンプね。タイムスタンプ。はい、来ました。ありがとうございます。で、ナツさん。はい。坂田さん、多いなぁ。以上です。ありがとうございます。坂下さんのコメント多いっすね。坂下はやっぱ大人気なのよ。かわいいもんな。まあでもその腹出てますからね。まあだからまあコメント欄は楽しみではあるけども、楽しみやで。ほらもう腹がいらんことばっか言うからさ、もう20分と。もう20分？俺
終わってもいいぐらい早いな。そんな言うてなかったですよ、別に。最悪な俺のせいですか、本当に。いや、コメントがたくさん来てるのはありがたいんですけど、このぐらいのコメントでこのぐらいの長さで喋ってもまだ15分のつもりだったよな。だからプラス5分なんでオーバーしてるかっつったら、まあ、腹が受ける。いや、いいでしょうよ、完全に。いいでしょ、聞いてるでしょ。いや、おかしいぜ、この先輩たちは。むちゃくちゃだぜ、ほんと。黙ってくれないから。今週の出来事を話しますから、今。もう、腹に喋ってもらってもいいか。おい、そんなね、おい、主役ないか、今週の出来事。ないか、二人とも。まあ、たくさんありますね。はい、あるけど。聞きたいよ、聞きたいですよ、やっぱり。いや、それこそ今週は、まあ、まん延防止が一応解除されて、っていう中での1週間だったでしょ、はい、月曜日から状態をされてっていうのでね、やっぱ、ね、屋台のバイトが私復活した。あっ、そう、行ってみよう。そう、1日だけ入ったんだけど、やっぱりもう日払いなんでね、屋台の給料で。屋台入って、もう屋台のメンバー、バイト仲間に、まあ、失礼やな、バカバイト仲間に久しぶりに会うよ。もう同い年ぐらいのやつから30歳ぐらいの方とかね、いろいろいらっしゃるんですけど、みんな、おっ、ネギボチャンネルって言ってくる。おお、だから会ってない間、みんなそこを見てる。優しいよね。で、一人、ね、リンってやつがいるよ。ベトナム人留学生のリン君。俺の一個上。でも、もう友達みたいな感じないけどさ、リンがずっと俺の耳元で、カルギーのって言ってくる。したら俺は、ネギボチャンネルそれ俺のことだけどね。で、返したら、リンが、あーって笑う。みたいなのをやってきたから。最高の前。マジで勤務中ずっとやったから。8時間ぐらい。全然飽きんのよ。カルギーの、ネギボチャンネル。俺一回ネギボチャンネルって言いながらビール出した。ダメやん。まあ、みたいなことがありましたね、楽しく。まあ、ほんと身の回りのやつらも、ちょっとネギボチャンネル見てくれてたら嬉しいよね。そう、俺も一緒やね。あ、マジ？まあ、マンボウ明けちょっと実家に帰る用事があったから。おー、ああ、はいはいはい。めいっ子がいましてね、僕。え？2歳。2歳ね。が、ネギボチャンネルも、その、めいっ子の、母ちゃん、僕の姉ちゃんですよね。あ、なんでそんなの。姉ちゃん見てるとなんか寄ってくるらしい。あ、姉ちゃんがネギボチ見てたら。それを帰った時に聞いて、俺も何気に見とって、俺の膝元で行きたいの。で、俺チャンネル登録のところをさ、あんまり言えない。ありましたね。うちの姉ちゃんが練習させてたみたいで。え、これを使ってみたいな。え、動画を撮ってたよ。お、それを俺その見て、でもなんか変な動画上ちょっとまだ使いづらかったから、俺が練習させてちゃんとしたやつを撮ってきました。すごい。これ今960人でしょ。だから今停滞してるところでしょ。9月までに1000人行かないといけないでしょ。はいはいはい。これのスタートもバッと。いや、まあ確かにめっちゃ可愛い。悪くない、悪くない。え、でもいいの、そのお姉ちゃん、美佐子さん。いや、全然いい、全然いい。美佐子さんって、まだ声だけとかいけるの、その。いや、声だけもいけるよ。あ、声だけでも全然。まあ、出してもいいけど。いや、でもまあ顔はね、まあでもまだちっちゃいから、ま、顔変わるから、まあ、見たいとこはあるけど。めちゃくちゃ可愛い。まあでも、まあ声だけでもちょっと、これ近日公開したいから、ほんとに。お、ちょっとやるか、これやろう。いいね、楽しみな案件が増えた。お、素敵な話やな。今携帯ここに出してんのにポケットに携帯入ってるやってましたね。携帯といえばポッケに入ってるものだって思ってるから。いいじゃん、それは。いや、ありがとうございます、そういう楽しみな話。いい材料来ました。さあ、松尾と沢がそれぞれ飛び出しましたね。この1週間のほのぼの本話がお楽しみにエピソードが出ました。喋らすんかい、結局。まあ、なんだかんだ言ってね、ちょっと好きなんよね。聞きたいよ。今週の出来事っすね。ちょうど今25分ぐらいだから、なんかパーン決めて、イエーイってなって、また来週でも綺麗に終わる。なるほど、なるほどね。ありがとうな、マジで。いやいや、とんでもないですよ、そんなん。神回かもわからんな。今週の出来事っつったら、まあ、あれっすよね。僕最近ね、ゆで卵。
ゆで卵を僕あの作ってるんですよね。ちょっと食べたいからゆで卵。あ、ゆで卵。ちょっとそのダイエットも兼ねて最近太ってきた。なるほどね。タンパク質を。そう、ゆで卵があの電気ケトルで作れるんですよ。へえー。っていうね、お湯沸かしてる中に入れちゃう。そうです。もう沸かす状態の時から入れとくんですよ。ほうほう。で、水を結構満杯にしてゆで卵なんか3個とか適当に入れて、そのまま沸かしてしばらくそのパチッパチッって言うじゃないですか。ああ、はいはい。そっから7分ぐらい待ったら、あ、なんか半熟とか、あ、なるほどね。そう。できる。温泉卵じゃないけど。そうなんですよ。へえー。できるようになってて、うわ、俺最高の情報を手に入れたと思って。ゆで卵めっちゃ作るの簡単やんと思って、バーンってこれ4つバーンって入れたんですよ。で、パチッって言って、でもしばらく待ってたんですね。もう10分ぐらい。今日はちょっと半熟じゃなくて、しっかりして入れたら食いたいなと思って、でパーンって開けたら、あの、4つ全部殻を取れてたんですよ。で、中身バーンになって、なんか卵かゆみたいなのができてました。いや、いいけど、エピソードしてすごい楽しいエピソードでしたけど、本当にナイトルーティンでは喋ってないんですよ。まだ喋ってますよ。あ、ここを初公開でちょっと喋ろうと思ってましたけど、あ、じゃあネタ使っちゃったから、ちょっとね、ゆむりチャンネルで、ね、あ、ありがとうございます。ゆむりチャンネルすいません、ゆむりするわよ、ねぎもりチャンネルすいません、行かせていただきます。なるほどね、じゃあナイトルーティンではもう使えないってことになってる。もう使わないですよ。あ、嬉しいね。当たり前じゃないですか。まあでもやっぱ初おろしのせいか、ちょっと無駄な部分もあった。ハハハハハ、いいんすよ。まあ、いっつもりょうさん俺エピソードトークして、いっつもなんか無駄な部分を言ってくるからすごい頑張ったから言うてくるから、まあ、だからまあ4つ入れすぎたんかな。入れすぎ、なんか多分時間とかもかもしれないですけど、ね、で、あんままだ硬くなる前にも割れちゃってるもん。そうだよ、お湯がもうだから俺結局食えなかった。卵4つ無駄にしただけ。なんか腹のエピソードって飯無駄にする傾向。ナイトルーティン俺毎週聞いてるけど、聞いてるんですか。なんかレバーを洗ったら全部ザルからところてんみたいなとか、お弁当買ったらおじさんに絡まれてお弁当冷えちゃうとか、多いよね、そういう。いや、マジ多いです。だから料理初心者がね、やっぱまだ出てるんですよ。なるほどね。そう、あんまり怖くないから。なるほど。いや、出来事ですね、今週の。じゃあ来週のコメントは腹について。腹に、あ、嬉しいな。お料理のアドバイスなんだ。なんでだ、来週来ないけどな。分からない、でもね、反響が良ければまた来るかもしれないでしょ。いや、それはないんだけど、ね、なんでだよ。いや、あれにしようか。じゃあ、花に作ってほしい料理にしよう。あ、リクエストつなごうよ。で、それ作った失敗談を持ってまた来ていただきたい。それ俺、それシンプルにでもコメントゼロとかってめっちゃ変わったんですけど、それに対してぐるぐるぐるこうやって言っちゃったから、ぐるから大丈夫かな。優しい人ばっかりだから、ぜひ盛りちゃってるな。本当に優しいよね。ありがとうございます、皆さん。ありがとうございます。ということで、このような形で毎週金曜日にネギラジ配信しております。ネギラジ以外にも月、水で、金曜日ネギラジで、土日でも動画上げてますんで、皆さんそちらの方もチェックしてください。本日の聞き役ゲストはトランジットの原直樹でした。ありがとうございました。また来週。原、この後の予定は、うん、ブーンです。バイクでブーン、料理ドーン。まあまあそういうことか、そういうことか。ごめんなさい。まあ、ここ絶対カットしてくださいね、今の。膝立ちぐらいがちょうどいいかもね。あ、膝立ち。うん、まあでもこの後、まあ、まあ、マンボウも解けましたしね。うん、結局だから、やっぱまあ、そのまだまだ確かにこういう授業続いていきますけど、うん、結局みんなやりたいことはこれだけでしょ。パピタイム！ありがとうございました。バイバイ。サバを振ったけど、サバはなんとかせないから。これはもう俺。